県庁を訪れたのは清水エスパルスの権田修一選手と浜松市出身でドイツのチームで活躍する伊藤博樹選手、それに清水区出身の斉藤俊秀コーチです。川勝知事から感動をありがとうと感謝の言葉が送られると、3人は日本そして静岡のサッカー界を盛り上げていきたいと意気込みを語りました。そんな街って実はなかなかなくて、これからが大事なので、静岡が中心になってやるぐらいの気持ちで、第2、第3の伊藤博樹をたくさん生み出してくれるように、知事を中心に頑張ってもらいたいなと思いました。選手たちは次のワールドカップに向けて成長を誓っていました。